エアーアラビアモロッコは、モロッコの格安航空会社。モロッコの投資家とエアーアラビアの合弁により、設立された。モロッコのグランカサブランカ地方、ヌアサー州にある、ムハンマド・ホセイ国際空港の到着ターミナルに、本社を置く。2009年4月に設立され、同年5月に運航を開始した。カサブランカを拠点として、まず、ブリュッセル、ロンドン、マルセイユ、ミラノ、 パリへ向かう便を就航させた。エアーアラビアモロッコは、エアーアラビアがリージョナルエアラインズやイスマール銀行と提携して設立した。この格安航空会社は2009年4月29日に正式に設立され、同年5月6日に運航を開始した。第一便はカソブランカロンドン線に就航した。同年7月には、ジェイソン・ビッター、スカイヨーロッパ航空の元 CEO、 がエアアラビアモロッコの CEO に就任した。着陸直前のエアアラビアモロッコのエアバス A320 から22017年8月現在、エアアラビアモロッコが保有する機材は以下の通りである。ありがとうございます。